はい。じゃあ、8時になりました。こんばんは。評論家、プラネッツ、副編集長の中川大一です。はい。えっと、今月もですね、はい、ゲームゼミにかけるプラネッツ、現代ゲーム通信の番組の時間がやってまいりました。この番組は、有料ゲームメディアとして、国内随一の購読者数を誇るノート、ゲームゼミを主催するジニさんをお迎えして、 えー、話題のゲームタイトルとその背景について、既存のゲームマスコミや実況動画では取り上げない視点から本格的な文化費用を展開していきます、はい。気にはなっているけれど、えー、自分でプレイする時間が取れそうにないとか、えー、今ゲーム分野で何が起きているのかだけでも知りたいという人に向けて、えー、社会的文化的な観点から話題のタイトルを解説するという大人のためのゲーム共用番組です。ジンさん、今月もよろしくお願いします。はい、ジンです。よろしくお願いします。はい、ということでですね。 はいまあ、今回のテーマは、はいまあ、あの今年のもうなんか大本命というかですね、あのもうゲーム界の雰囲気的に、もうちょっとこれ以外何やってもダメだろうという、うん、タイトルが、ね、あの出てきましたからね、ゼレだった伝説、ティアーズオブキングダム。ね、ちょうどあの先週の金曜日、あの5月12日に発売したまあばっかりで、まあ、あのわずか、ね、あの4日間、ね、発売からちょっと4日間目のタイトルということで、 まあ当然ね、ちょっとさっきね、事前に話したんだけど、僕もね、あの、ジニ君もね、まだ全然そのね、あのやり始めたばっかりみたいなね、<laughs> ところですよね。まだね、ね全然進捗的にはね。そうですね。まあ僕の場合だったら、その本当に、まあ、ハイラルのひたすら今、ほこらを巡ってるところで、3、はいはい、40個ぐらいは終わったんですけど、もうメインはほとんど手をつけてないっていう状態ですね。 そうですね。で、ね、いろいろ、ほかのとか解放して、まあ、あのー、ね、ハートがだいたいいくつぐらいたまったみたいな感じで、まあ、ね、うん、あ、カズとしてはジニー君の1個多いとか、なんかそれぐらい、<laughs> なんか、あの、感じだったのをちょっと、確認するのね、まあ、あの、今日はそんな状況なんですけれど、まあ、ちょっとね、この現代ゲーム通信のね、あのこの番組で、 あのまあ、大体が、あの大体のタイトルって、あのまあ、発売してから、まあ、1ヶ月とか2ヶ月ぐらい過ぎて、まあ、大体一通り、ね、クリアしてから、ねあのまああの、じっくり批評的に語ろうかみたいなあの、まあ、モードが多かったんですけど、やはりね。ね <laughs> <laughs> あのーこ、こんなだって発売して4日間のタイトルをなんかね、この段階でなんかやるのって、この番組初めてだよね、初めてですね。<laughs> うだから本当にそれぐらいもう前のめってしまうぐらいのやっぱり注目作だし、やっぱやってみて、あ、これは本当に今すぐにも取り上げなきゃいけないやつだなっていうのを確信しましたよね。そうですよね。 うんまあだからね、そのツイッターとかでね、これの告知を書くときにね、そのまあハッシュタグでね、ねああのまあゼルダの伝説とか、まあティアキンとか見ると、 もう圧倒的にね、もう多くの人たちが、ね、あのそれぞれのね、もう自分のね、あの、ね、あのプレイとかを、まあ、もうそれぞれのね、じめめちゃくちゃ自由な、ね、あの、あのインプレッション、インプレッションというかね、その、まあ、ね、あのプレイ、プレイング風景なんかを、まあ、超上げていたりとか、まあ、あのするので、やはりね、ちょっと、まあ、あの、この雰囲気の中で、やはり一旦ね、あの、今日ね、あの、今のね、あのプレイ状況で、まずね、言えることだけ、あとはね、そのシリーズの振り返り、 えなんかをしつつね、あのえー、見た上えで、まあ、なんか2回ぐらいに分けてもいいんじゃないのかなみたいなことで、まあ、だから今日はあはファーストインプレッションでやって、まあ、そのちょっと語ってみたね、あの手応えによるんだけれど、でそれでまたね、あのえー、ともう来月、ね、改めてね、そのねあのよりちょっとクリアに近いところまでいった段階で、改めて語ってもいいかなみたいな、まあ、ちょっとそんな構えでね、あ,のまあ今日はあの行ってみようかなみたいな。 はい、あの感じで、あの、考えておりますので、まあ、ね、っていうかね、本当もう、ね、あの、僕とかもね、ほんとに、この放送のね、直前までね、もう少しでもちょっとプレイしたくて、ね、あの、やってたみたいな感じで、ね、ちょっとね、あの <laughs> ここ、僕のね、あの、えっ、ー、と、うちの部屋なんだけど、ちょっと、まさにね、あの、えっ、ー、と、あの、プロジェクターで、あの、プレイを、あの、してるんですけど、なんかね、ちょっと、あの、ちらっとだけね、少し、 今、警報化してるけど、見せると、まあ、実はちょっとこんなシチュエーションで、<laughs> めちゃめちゃ、あの、ね、あの感じとかでした。はい、そうまあ、なんでね、本当はね、われわれとしてもね、なんかね、こんなねこの、ね、まあ、放送してるよりは、<laughs> ね、さっさとプレーに戻りたいみたいな、まあ、そんな気分でも、先生もある <laughs>、はい、働いてるていの <laughs>、はい まあなんですけどね、ねまずね、そのままあこ、まあ一応ね、この放送はね、あの、まあああの、ね、あののまね最初冒頭で話したようにね、ねこれからそんなね、まだプレイしてないけれどっていう人にも向けていたりとかするので、そうですねなんかよくだプレイスって冒頭で、ね、あのなんかやってないけど、最新ゲームが気になる人向けにみたいなっていつも言ってもらってるじゃないですか。こればっかりはもう自分でマジでやった方がいいって断言でいやこれはそうですねうん、うん 何でもそうだけどね、このゲームに関しては、マジで今すぐスイッチを買ってゲームと一緒に、うん、もう本当にね、その一切ゲームやってませんみたいな人でもやってほしいなっていうぐらいですね、勢いとしては。うんうん、そうだよね、うん。だから結構ね、あのこのあの最近なんかオーストラリア版のねこのティアキンのあのほら、あの CM とかがすごくなんかネットとかで話題になったりじゃないですか。エモいね 40代だか50代ぐらいの,、ねその,ね、あのさサラリーマンの,、ね、そのオーストラリアのおっさんが、ね、結構あの普段なんか、ね、なかなか、ね、あの仕事で家に帰るのは遅いけれどもう帰って、ね、それでもう、ね、あの手焼きやるときだけは心が解放されるみたいな <laughs> まあのそんなモードに。 なっているのが、ね、なんかね、もともとだから、な,なんか Amazon のね、そのオブザワイルドへのなんか評価にインスパイアされて、その CM をね、あのえー、作ったみたいな感じで、で、それがそのね、あのバスの中での通勤風景から、ね、まさにそのね、あの雲海が見えて、で、それでそのティア,ティアキンとのね、風景とシンあの、ね、ゲームプレイの風景と現実がシンクロするみたいな感じなんですけど、ま,あ、まさにそういうタイトルなんでね、ぜひちょっとね、<laughs> あの、ね、あのそういう、あの、 心を解放すするにははいいいいのではないのででななかみたいな、まあ、感じですよねうん、うん、そうですね。<laughs> あとあれですね、ちょっとさっきあの来月の話がありましたけど、うんうん、来月ね、手焼きも、まあ本当これね、今回絶対説明しきれないんでやりたいなって思う一方で、あの、ファイナルファンタジー出ちゃうんですよね。うん、これ悩ましいですよね,やょね。まあただね、あのファイナルファンタジーの方のね、16の発売が多分6月の22日だっけ なので,そうで、この放送は、ね、基本的に多分あの6月の第1週目か第2週目に、あの一応他の放送との,、ね、あの兼ね合いで決まりやすいので、多分ねあのファイナルファンタジーの16は多分6月中にはできないと思うんですよ。まあそういうこともあって。ちょうどいい、はいう 6月は、まあね、この手焼金の続きをやるのがいいのかな、みたいな、まあふうに思って、えー、いますので、で、今日はね、その、じゃあ、インプレッションということでね、はい、ここまでの、まあ、まだね、我々、その、ね、あの、この、ね、ハイラルの地に戻ってきたばっかりなんですけど、はい、まあ、そのインプレッションを、<laughs> あの、今日は放送して、<laughs> はい、きたいと思います。はい。ということでですね、じゃ早速ですね、あの、じゃあ、あの、もう、 もう本当にもう文字通りのね、インプレッションから、はい、えっ、ー、と、始めていきたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいね。今、投影資料の、えっ、ー、と、初期化を忘れていたので、ちょっとお待ちください。えっ、ー、と。で、一応ね <laughs>、はい。ちょっと投影資料をちしながら、はい。えー、本編に入っていきたいと思います。そして、ウィンドウで、えっ、ー、と、全画面表示。 はい、して、はい、ということでですね、はい、まずね、まあ、お互いのね、本当文字通りに、ちょっとファーストインプレッションから、はい、行きたいと思います。で、ジーンさんとね、あの僕のちょっとそれぞれのね、あのこちょっとここまでのね、あの印象を見ていきたいと思いますが、じゃあ、まずジーンさんから、はい、考えるかりの最高の速編いい最高の続編と、はい。はいう感じで、ちょっと、うんその、その心を話してもらえますでしょうか。 まあでもこれ以外言おうとないなっていうのは正直なところですよね。<laughs> そのまあだから <laughs>、逆に言うと僕正直ティアーズオブザキングダムにそんなに最初、まあ、まあ、もちろんめっちゃ期待してた、期待してなかったという嘘になるんですけど、ただすごく不安でもあったんですよ。それはどうしてかっていうと、まあ、当然なんですけど名作の続編ってすごく作るのが難しいじゃないですか。うん、で、何よりそのティアーズオブザキングダムっていうのはその、 まあ、ゲーム、まあ、その何ていうか、性質っていうのが、要するに従来、まあ、今まで海外で特に展開されてきたオープンワールド作品っていうものを、非常によく研究した上で、でまあ、その上で従来のゼルダの,あの醍醐味とか、あのゼルダらしさって、まあ、あの開発チームも言ってるんですけど、あのそういうものを取り込んで、新しいゼルダを作るっていうので、 本当にその今までのゼルダもそうだし、ま、いわは海外のゲームデザインっていうのもそうだし、とにかく総決算的な、うん、とにかくうまくまとめて詰め込んだゲームという印象だったので、うん、逆に言うともう本当にこれは最後の,あのゲームというか、これを続編、まあ、要はその、あの、発展する余地っていうのが果たしてこの先どれぐらいあるんだろうかっていうのは、非常に疑問だったんですよね。うんうん、なんですけど、 やっぱりそのティアーズオブザキング i でもプレイしてあこういう進歩があるんだっていう感動っていうのが常にゲームを進めたびにあってもう本当にその僕ツイッターで「列海王」の「そそう来たかー」っていうあれが本当全てでゲームやるたびに「列海王」の「そう来たかー」っていうのが,が、ね、一生出てくるっていう感じなので、うん うんうん、なんか僕個人も正直びっくり本当にびっくりしている、うんうん、そんなに、まあ、特にねあ後で言いますけどその「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」自体が正直その世間の評価に対して僕はあんまりそ,のそこまでのテンションではなかっただけに、うん、ティアキンって、うん、そうですねこれはちょっと後でお話ししたいんですけど、うん、僕はそんなふうには評価してなかっただけに、うん、ティアキンでまさかその、まあ、言ってしまう彼らキッズと同じ土壌で おーみたいな大声で叫ぶ側になるとはっていうぐらいの本当に感動なので。そっか、ブレワイよりもティアキンの方で、そっか、エンジニックのテンションはだいぶ上がったっていうことなんだ。だ僕からすると、ティアキンをてあの、ブレワイを圧倒的に超えた作品です。圧倒的に超えてる。圧倒的です。すいは比べる余地がないぐらいに、僕は別物だと思うぐらい、うん、非常に優れた作品だと思ってます。うん、あ,あ なるほどね。うん、まあ結構ね、だからもうすでに、まあ、ティアキンの、あのね、えっ、ー、と、いろいろさ プレイした、まあ、ユーザーからの、ねまあ、いろいろなその、ね、たくさん DIY 的なことをしたあのものだったりだとか、まあ、あのいろいろそのクラフトした、ね、すごいにぎやかな,、ね、あのあのなんか動画みたいなのがガスガスあの今、ね、上がっているんだけどその中で、ね、僕気になった、ね、そのなんかツ,イツイートを追っかけている中でだから、ね、この,、ねその,なんかねこの ヘア金の,の、このいろいろとね、いろんなその、ねえっと、あの予想不可能なこ,あのことが起こって、こうやってに,ぎにぎりにしく起こっている中で、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの,なんかあ,のあの孤独感みたいなものが懐かしくなるみたいな、なんかそんなツイートも <laughs> なんか、ねえー、見つけて、あ、そっか、みたいな感じです。だから、もうこれ、最高の続編で言ってる理由は結構いろいろ意味があるんですけど、 その続編っていうものが本来その特にまあ別にゲームに限らないんですけど要するにそのマーケティング的には再生産ですよね同じようなものを作ることで同じそこに一回ついた顧客からもう一回同じようにお金をいただくっていう非常にわかりやすいマーケティングがあるんだけどあのまあと任天堂はもともとそういう傾向にあったとはいえティアキンっていうのは僕が思うにブレワイとは本当に別のゲーム性を持ってある作品で 正直、これ続編って言うべきかどうか難しいぐらいだと思ってるんですね。うん、そこは非常に対照的だなって思うのは、まあ、これも後で話すんですけど、そのやっぱりゼルだと同時期に出た、そのライバル的なゲームとして、うん、あのゲリラ・ゲームズのホライゾンシリーズっていうのがあるシリーズ。はいはいはい。こちら、プレイステーションで出ていて、うん、あのオランダのゲリラ・ゲームズっていうのが作ってる。まあ、これもマッシブなオープンワールドゲームで。うん なんですけど、こっちがね、まあ、言ってしまうとその続編、Horizon z e r が2017年に出てるんで、ブレワイと同じ年に出てるんですね。うん、で、えっと、その続編のフォービ b i t w e ストっていうのも去年出たばっかりなので、非常にまあ同じタイミングのサイクルで、ライバル社から出てるっていう、うん、なんですけど、こっちがその、まあ、本当に良くも悪くも続編らしい続編で、ゲームデザイン、根本的なゲームデザインとかルールは一切タッチが入ってない。同じことを。 やるように、まあ弓で戦うとか、恐竜,、まあ、恐竜っていうか、機械の恐竜で戦うみたいな、なんですけど、あのー、だからそのティ、ブレティアキンっていうのは、ブレワイとは本当にそのゲームデザインの方向性が違うので、逆にその、僕は今回その絶賛したんですけど、あ,あの、ブレワイがすごく好きだっていう人の中にはね、ティアキンが無理だっていう人は結構いるはずなんですよ、多分。あ、なるほど。うん、はい。どちらも出来がいいところは全く変わらないんで、あの、多くの人はどちらも楽しめるとは思うんですけど、 多分人によってはティアキンの方がよりはあのブレス・オブ・ザ・ワイルドの方がいいかなっていうふうに考える人が多分かなりあの特に今はその SNS で絶賛せざるを得ないちょっと雰囲気もあるんで言いづらいっていうのを含めて、うん、むしろね多分その意外とあの僕はノット・フォー・ミーかなみたいに考えてる人は潜在的にいるんじゃないかなって思ってますよね。うん、なるほどね。うん ああでもねそれなんとなく分かる気分があって、うん、なんていうかやはりなんかブレワイの時のねその <laughs> なんていうかなその、ねそのまあ、自然と触れ合うなんていうかス,テ、まあ、ストイシズムっていうかね、うん、あのに比べてなんかねいろいろとその、ね、今回の、まあ、ティアキンのこのねあの、まあ、ちょっと疑、ね、似マインクラフト的ななんかあ、ね、その、えー、といろいろなことができてしまうあの、まあ、そのなんかね自由すぎるあの要素みたいなものっていうのがある ある種のなんか創造しさみたいなあの、まあ、あのものにちょっとつながってる部分もあるかなと思っていて、で、この感覚をこう何かね、かつて感じたことがあるなと思ったのは、FF10、うん、と f f 1 0 i の時のね、<laughs> あの感じにもちょっと僕似た、もっととなくもしかしたら似たものが違うかなっていう感じが。 うそうそうそううなんですね。もう僕、ちょっと僕が想定してるのとは違ったんですけど、あなるほど。あ、そう。<laughs> そういうことじゃないけど。<laughs> いやなんか、まあ、むしろ、で点2ってそんな絶賛してる人言いましたっけみたいな。あいやいや、だからね、点2はむしろ、その縮小再生産として、あの、まあ、評判を落とした方なんだけど、うん、なんていうかな、評判を落とさずに、うん、なんていうか、うん あのすごく何、えー、ていうか、まあ、あの前作のねそのマ,、まあ、マップを含む、ね、前,前作のマップの再利用をあのまあ含む形で、まあ、あの世界をあの旅させてそして何ていうかなあの第1作目で割とストーリー的にも何ていうかなその ううかそのね、すごく使命に縛られた感じ、ねうんね、みたいなものから、点ーになるとさ、ほら、ユーナとかが、ね、ああやって、ね、いきなりライブショーみたいなことを始めたりだとかして、んていうか、すごくなんていうかな、全、ねえー、近代から近代になった感じがあるわけですよ。うん、その感じっていうのは、<laughs> そうそう。 このねなんかね、もう近代の欲望が解放された感っていうか、それが、<ー>そのなんかね、FF10 から点数にあったのと同様に、そのブレワイからテ T アキに関してあの、まあ、もうなんかね、なんかそういう感覚があるなみたいなことを、<laughs> なんかね、まあみんなのね、その,あの,ププあのユーザーのプレイデータとかを上げているのを見ながら、なんかその心の解放のされ方を見ながら、なんかそういった部分はあるっていうところですね。ユリパーですもんね、<laughs> 点数っていえば。はい。 まあちょっとそんなところで、じゃあちょっと僕のポイントにも、ちょっと、うん、あのねえっ、ー、と、ファーストインプレッションポイントにもちょっと話させて、この流れで話させてもらうと、まあ、めっちゃラピュタになと。<laughs> <laughs> ほんまにファーストインプレッション来ましたね、これ <laughs> ね。ねこれ本当に、ね。ほんまに第一印象で来ましたね、これ、まあ。そう、だって第一印象だが、まさにだってねあの空から落ちていく少年だし、うん、で、 で、いきなりね、そのねあの空の中にある、ね、あの島があって、みたいな感じで、うん、で、まあねもういや、もうめっちゃだから、ね、僕らね,そのね、ちょうど段、ね、階ジュニア世代が、ね、<laughs> 1 9ちょうどだからね、あのファミコンが発売された、ね、あの80、あ,あそう、そうだな、えっと、80、そう。 えっとまあ、ゼルダのね、あのは85年か ?6 年か ?6 年か ?6 年だよね。うん、で、まさ、あ、にだから1986年とかって、ね、だからまさになんかね、あ<ー>あのナウシカとかラピュタとかが出てきて、うん、で、宮崎駿のね、あっていう、うん、あの作家みたいなものが、すごくなんていうかな、そのね、あの我々のね、あのリアルタイム世代にね、超ぶっ刺さるみたいな、そういうあのタイミング、 でまあなんか「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」もねもともとだからちょっともののけ姫っぽいとか、うんね、あとはまあ今回のねあのキックのねそのねあの右手のねあのラウルからなんかねいろいろなねあの、えー、まああの あの右手のパワーをもらうみたいな感じもちょっと明日かっぽいところがあったりとかしてまあ割とだから宮崎駿的なモチーフ、まあ、あのみたいなものっていうのはすごくあると思うんだけどまあそれでなんかここまで奥目もなくそのねその天空の城をラピュタっぽくするかとねあのだからねかあの天空のそのねあのでいろいろなんかゾーナギアとかね、うん、なんかほら羊ゴーレムとかっていう形で、ねうん、まさになんかねその,、えー、あのラピュタのねそのうちねその オーバーバテクノロジーを持った、ねうん、その雲の上の国、ね、があって、うんでまあ、そこでいろいろと忘れ去られた、ねそのね、超テクノロジーみたいなあのものがあって、ラピュタの場合は、ね、その超テクノロジーの、まあ、暴走によって、ね、天空の城があの滅びてしまったみたいな。あのまあこ ことがあ,のあるわけだけだれどしかしそれが、まあ、さっきのねあの話に引きつけて言うとちょうどそのねそのゾーナギアがおあの,、まああのリンクに対してだけはいろいろ解放されて <laughs>、ねあのまあ、あの僕らが操るリンクっていうのは、ねそのね、あのかつての、ね、オーバーテクノロジーの,、ねあのまあ、力を使いながら、まあそのねあのまあ、世界の、ね、危機を救うという立て付けのもとなんかね,あのねあのどうやらなんかいろいろなその、ね 僕自身の,、ね、あのプレイとしてはまだ、ね、あのそこまであのゾーナーギアを使いこなせるところまでは行ってないんだけどただ、ね、SNS に上がっていたあの動画とかを見るとなんかみんな,、ね、なんか超戦闘機とかを作ったりだったりとか、ね、それからその戦車みたいなのを作ったりだったりとか <laughs> っていう形でやたらと何て言うかなもはやその、ねねこのね、牧歌的なそのファンタジーのね その世界とは異なるなんかね超ロボみたいなものとかをなんか <laughs> あのみんな超合金ロボとかを作ってでそれでもうガンガンそのね何だっけあのねあの敵とかを虐殺とかしてるとかた,ったりとかしてたりするわけじゃないですかそういうだから FGO 的に言うとなんか人類悪をなん,か <laughs> ねなんか人類悪を解放したりとかしてるみたいなあの状態のことをねみんなが欲望なままにね解放してやってるみたいな感じでねこれはさっき言ったそのね,ね FAO FF10 のね、そのなんかね、エッボン教にね、うん、その教えのためにね、エッポンをね、<laughs> テンツで、ね、うん、なんかやたらとそのね、あのねアルベド族のね、あの技術とかで解放されて、ヒャッハーしてるみたいな、うん、世界にいきなり行ってしまったみたいな感じで、うん、FF10 からテンへの変化っていうのを、なんか極端にやるとこうなるんだろうな、みたいな。うん <laughs> 音とかをすごくね、皆さんのプレイ風景とかを見てあの感じているところも含めて、なんていうか、そのね、うんあのまあ、ラピュタにね、あの引き付けて言うと、その、なんていうかね、そのね、ねえー、と、あの、まあ、あのシータにね、あの体現された、そのね、そのね、あのオーバーテクノロジーはいけないからね、これを封印して大師と共に生きるんだみたいな、そっちじゃなくて、なんかムスカの欲望の方が勝ってしまったラピュタみたいな。み <laughs> <laughs> んな息子すごい、そんな印象を。そう <laughs> あのまあ、僕がこの、ねあのまあ、自分のプレイ体験というよりは、ねあのまあまあ、まず、ね、自分のプレイ体験の冒頭のシークエンスとかの、まあ、その辺の、まあ、ストーリー運びおよびそれからその皆,さん皆さんの,、ね、その,なんかあのプレイ動画みたいなあのものを見てあの感じている、まあ、感想というのが、まあ、めっちゃすごくね。 あのね、あの現代に解放されたその、ね、ラピュタの力だなみたいなことを感じてるというのが、まあ、今のファーストインプレッションです。はい、あーなるほど。んう変の世代感かるかななんかいやもちろん、ね、ラピュタ見てましたから分かりますけどそのどっちかというと僕あ,のあんまり人の動画とかネタバレ防止で見てなかったので <laughs> そんなにみんななんかもう悪い <laughs> 悪さばっかりしてるのかっていう <laughs>。 いやもうみんなヒャッハーしてるよ、本当ね。まあ、そうですよね。うん、まあ、でも、わかるんですよね。なんか、その、僕もやってて思ったのが、なんか、これとこれを、なんか、ゼルダのその、まあ、これ、ブレワインの時から若干、その向きありましたけど、なんかこう、プレイヤーが何かを発明した、これとこれ組み合わせたら最強やんとか、これとこれ組み合わせたらどうなるんだろうみたいな発明をしたときに、真っ先に思いつくのは、これでもっと敵を殺せるな、みたいな、とりあえず殺しに行こうってなっちゃうんですよね。 なんかそのだからテクノロジーがあるから、なんか、あすごいねで終わりじゃなくて、せっかくテクノロジーがあるんだったら、それで人を殺そうってなるっていうのは、なんかその、内燃期間の発見とともに戦車が生まれてきてしまったみたいな、こう技術と戦争は割り切れないんだなみたいな、ありますよね。 いや、もうまさにね、本当なんかね、あの、もうジャレドダイヤモンド的なね、あの、まあ、銃、秒原菌、鉄みたいな、うん、なんか、そういう世界が、なんかね、<laughs> この、ね、<私>ブレスオブザバイルドのね、その、なんかね、うん、野生の動物たち、よ野生のね、あの、解放みたいなところから、今度は、なんかね、その、ね、てく、そこになんかね、火薬、火薬が解放されてしまって、うん。<laughs> で、まあで、それでね、そのオーバーテクノロジーを持った、ね、そのリンクの側がもう、ね、すごく、なんていうかな、ハッハしてるぞみたいな、なんかそんな世界になってるぞみたいな、うん、<laughs> まあ、そんな感じの印象ですね。はい、で面白いですよね。でも、それで言うんだったら、それこそ、ラウルが、そのムスカじゃないですか。うん、あ,あそうそうそう。なんか、古代を、まあ、本人ではないけど、松江、夏、うん、江っていうふうになってるわけじゃないですか。 その、なんか、ムツカが、うん、あ,あよくぞよ、よ、やってきてくれたね、つって、出迎えてくれて、その、主人公がピンチったときに、どうか、僕たちの使った、その、このゾナウンギアを使って、好き放題暴れなさい、みたいな感じで、そうそうそう。<laughs> そいわゆる、その,あの、<laughs> ラピュタの鍵みたいなのを一番最初にくれるんですよね。で、これがあったら、そこのゴミみたいな、そのでほ、他の人は使えない未知のテクノロジーを、あなただけ使わせてあげますっていうんで、その鍵をくれると。 で、それで、あとはもう、ここにあるものは全部自由に使っていいから、うん、もうそれで好きなように遊びなさいっていうふうに教えてくれるんだけど、うん、それはもう完全に、なんていうか、悪の側ですよね、<laughs> やってることは。いや、そうだよね。なんかね、その、ね、一応、そのね、その、まあね、あのね、むしろね、あの、まあ、ゼルダをかね、あの助け出すんだっていう、そのね、動機だけを与えられて、その大,大義名分だけを与えられて大、大義名分とそのテクノロジーをね、与えられて、うん。 という感じなんで、まあ、もしかすると、なんかそういう観点から、割とね、その、なんだろうな、そのね、ねポストコロニアリズム的な,な結構ね、<laughs> あの、欧米圏から起こる可能性もあるな、みたいな。いや、僕もでも、それはちょっと思いましたね。うん、なんていうか、こう、改めて思うと、そうなんですよね。なんか、その、だから、ブレストまさにブレスト・オブ・ザ・ワイルドはワイルドだったから、うん、リンクが同レベルの、その、まあ、これ、すごい、その、そういうことポストコロニアリズム的な、あれだけど、まあ、同レベルの、その、時代、 文明水準だったから別に違和感なかったけどその最新的なその機械向こうはそのゴブリンたちは持ってないテクノロジーで蹂躙するっていうのは実は絵も言われぬ快楽があるわけですよね。うん、それって確かにそのポストコロニアリズム的に考えるとなかなかグロテスクな構造はあるなっていうまあ面白いけどねみたいな <laughs>。 向こううの人はなんか言いそうですよ、ね、いや結構ねだからブレス・オブ・ザ・ワイルドの時点でも結構ね僕が割とゲーム研究で知り合った海外のね北米圏のねあの研究者でやっぱりその路線に沿ってあのゲーム批評をやってるあの人もいて、まあ、その人の著書なんかでも結構。 ブレス・オブ、ね・ザ・ワイルドの時点でもあの、まあ、結構割とその、ねそのまあ、先進的な割とだからそ,その読み解きではその、ねまあ、リンクの立場みたいなものをその、まあ、日本の,、ね、その植民地主義的なものに何か出迎えて <laughs> でそれが、ね <laughs> まあね、太平洋戦争の時に結構、ねそのまあ、南方の島々を、ね、なんか平定していく。<laughs> <laughs> あの時の,、ね、その蛮族から解放して解放するという立て付けでい,その、ね、いろいろご本心だったりとかゾーラの里だとかをなんか、ね、そういう見解の民がやって <laughs> みたいな <laughs> そういうファンタジーだっていうなんか読み解きを実際あるんですよ。うん、まあ別にいいけどそれって日本の人なんですかそれはいやあの海外の研究者その海外のネットで出たら荒れるだろうなそれは。 いやいやいや、ねそのまあね、ただですそのポリコレ棒みたいなものでね、うん、そのね、伝統のほら、まあね、マリオ映画ですら割とね、アンチポリコレ棒でなんたたあの、ね、叩いたり叩かれたりとか <laughs> してるような世界がある中で、結構ねあの、そういうあの、ね、世界というか、ね、そういう海外の、ね、日本研究ではあったりとかするので <laughs>。 まだね海外の研究者レベルだからいいけど、これが、ね、なんか紹介されるようなことになったりすると、結構なんか、ね、また、ね、あのゲーマーゲート的なものがなんか日本においても起きちゃうかもしれないですね。まあ、うん、そうですね。まあ、僕は全くその意見には賛同できないっていうか、それで言うんだったら、<れ>コール・オブ・デューティーからまあ突っ込んでこいよっていうのは、僕は。 長年、コール・オブ・デューティ批判をしてる身としてはすごい感じるんですけど。あ,あ、そうそう。まあ、それは当然、だからね、あのそういう文脈を踏まえた上でっていうことはある。あるそうそうですね。まあまあまあ、うん、まあまあ、ワッタボリズムになってもしょうがないかってあるけど、まあまあまあ、うん、まあでも、そうですね。でもまあ、ある意味、ネイティブな遊び感っていうか、まあ、これ、後で話すことになるでしょうけどね、そのゼルダらしさって何なんだろうなって考えたときに、 そこがすごくこうポイントというか、今作である意味、一番ゼルダ、いい意味ででもゼルダらしくないなって思ったポイントがあって、それがまさにそのラピューターらしさっていうか、上からとんでもない異物が降ってくるっていうモチーフ、これによってその今まで全然できなかった機械的なものっていうのをその主人公に埋め込むっていうのは、あのもちろんそのフックショットとか、あの今までもその。 なんか謎文明みたいなもの、大パーツ的なものはあったんだけど、なんかこう、それがこう完全に、なんだろゲームの中ではなくてその、世界観にも取り込まれてるっていうのは、非常に得意だなと思ってて。うん、そうだね、そこに全面的にフィーチをしたからね。はい、そうですね。で、あともう一点、ちょっとそこで付け加えたいのは、あのー、そのいわドナウギアとか、まあ、天空の,その古代文明が、かなりその中国文明に近いじゃないですか。 確かに何か、そうだしねそ。そう、感じてて、なんかの火を吹く機械が完全に竜の、あ竜頭のなんとかって名前なんですよ。うん、そうだよね。うん、竜を模した兵器ってすごく中国っぽいし、実際見た目も青銅器じゃないですか、ねで。そもそも火薬を生み出したのは、うん、まあ本来中国だから、ああなんか,そう,かそうですね。そのエネルギーっていうのを自在に使い始めたのは当然ヨーロッパより中国の方がはるかに先なので、 なんか、るほどね、うん、うん、そこはすごくそのラビュータっぽいけど、なんかね、うん、中国で落とし込むっていうのがね、これ多分外国じゃ絶対出てこない発想だろうな、みたいな、なんかすごい日本っぽい感じがしましたね。そう,かそ,うかそうか、ゾーナギ,ギアはあれか、中華帝国か。<laughs> なるほど。完全に中華帝国だと思いますよ。僕もちょっと Twitter 調べたらね、2、3人ぐらいそれ指摘してる人がいて、さすがだなって思ったんですけど。 アジアから見た時にその未知の文明とか、うん、朝帝国って何かなと思った時に、うん、やっぱ古典的には中国なわけじゃないですか。で実際そうだったわけだから中国が一番大パーツを持ってたわけだから、うんうん、それをねちゃんと引用してくるのは、まあ、さっきの,そのなんか歴史的云々の話をするとすごい正当なところを持ってるなっていうのはあるし僕はすごくいい、うん、あの表現だなっていうのを思いました。 ね、そうだねまあだからブレワイの頃のさかかりこ村とかって結構縄文のモチーフとかだったりとかするに対して <laughs>、うん、でそこにあれだもんね本当に中華帝国が降ってくるみたいな感じ<笑><笑>そっかそういう日本論としても読み込解けてしまうなみたいな感じが <laughs> いや、でもなんか僕はすごくそれはいいなというかまあ要は明らかにそのそこでヨーロッパ的なモチーフとかアフリカ的なモチーフを入れるとどうなるかっていう結果火を見るより明らかなので、うん、もうそのもう パッと見はヨーロッパなんだけど、本質的な構造はやっぱりその、かかりこ村の日本的なモチーフと、うん、で、まあそのゾナウ帝国、まあゾナウ帝国っていうかそのゾナウっていう中華帝国っぽいものがあるっていう、うん、だからすごいアジアっぽいんですよね、世界観本質は。うん。うん、そこはすごい面白いし、でもっとその付け加えると、原神、なんかたびたびこの番組では使ってますけど、うん、もう中川さんお察しの通りそり、原神って、その最初、 ゼルダのパクリパクリって言われて、あの世界っていうのはその、まあ、ある種シーズン1、最初のとこだけで、あとはどんどんアジアの世界に入っていくわけじゃないですか。うん、ああアジア的をフマうんだ。うん。うん。わかんないんだけど。たびたび扱うんです <laughs> そうなんですよね。だから、だからすごくあの原神ってアジアの,あの、アジア的神話とかアジア的世界観って大々的に推してるんで、うん、あの実はそのみんなが言うようなそのゼルダのパクリみたいなの、本当一番最初のとこだけで、 うん、むしろその非常にアジア的なものとして描かれてるっていうのは僕はすごくそのゲーム史を語る上でやっぱり重要なポイントになるかなってな思ってるでその中でもっと面白いなって思うのは日本も非常に大きな存在として描かれてるんですよね中国のゲームなんだけどかなりその日本がまあその行ってしまうといい風に描かれているというか尊重すべき文明として描かれてる。うんうん で中国的な文明もあって、日本的な文明もあってで、なんかそのヨーロッパのふわーっとした感じの文明があるみたいな感じで、その3つが主なあれになってるんですけど、そ,ね、まあそれがだから、ヨーロッパがモンドって言って、で中国がリゆえっていうとこがあって、イナって日本風のとこがある。 で、なんか、そこって、すごいアジアっぽい世界観だし、で、やっぱ中国的にも、今のはすごく、その、まあ、もちろん、反日的な人もいるかもしれないけど、うん、日本は尊重すべきだよねっていうのが、すごくそのゲーム、これだけのゲームでちゃんと共有されてるっていうのは、僕はすごいいいことだと思うから、そこから後に出た、ティアーズオブザキングダムが、今度中国を、その、まあ、言ってしまえば、すごい、超文明として、うん、まあ、中国的なモチーフを使って、それを描いてるっていうのは、なんかこう、 まあ別にね、別にその、あの原神と手焼きが思い合ってるとかではないと思うんだけど、まあ、結果的な一致としては、すごくその日本のゲーム、中国のゲームがお互いの文明をお互いいいように描いてるっていうポイントと、アジア的な世界観で完結してるっていうところがあの追随されてるのは、非常にいいことじゃないかなって思いますけどね。そうねああ、アジアンファンタジーの成立史として、そうか、この辺を見てみるってああ、ちょっとそのアプローチは考えたことがなかったから、これはね、なんかぜひ振り下げていきたいですね。 そうですね、原審は本当にそういう意味では、その最初はやっぱり印象論で、そのまあ非常に安易なパクリっていうところで落ち着いてしまった本当にもったいない、もったいないというか、それはあの批評界隈が圧倒的に悪い責任、無責任だった以外何もでもないんですけど、やっぱりその中国、それこそ僕、中国の開発者の人とか関係者に聞くと、 原神は素晴らしいゲームだって、彼らは、その最初はすごいあの疑り、疑ってたけどよかったってことを言ってて、やっぱり我々の文化っていうものを我々のビデオゲームの最新の技術で表現できて、それを世界に発信できるというのは、我々としては一番嬉しいことだっていうことは、かなりおっしゃってますね。なるほどね。はい。まあ、じゃあ、ちょっとファーストインプレッションからだいぶ、ね、そうですね。そろそろじゃあ、本題に戻っていきましょうか。<laughs> と、はい、いう感じで、ちょっとね、あのゼルダの,、ね、あのシリーズ、そのまあ、さっきゼルダらしさのねとは何かっていうところも入っていったので、改めてね、ちょっとゼルダの,あのシリーズをちょっと振り返るところをちょっと、ね、ちょっとジニックのプレゼンでお願いしてよろしいでしょうか。そうですね、まあ、まず先にこだわっておくと、僕はあの決してゼルダの,あの大ファンとか、うん、あのゼルダを知り尽くしているという気は全くなくてですね、もう本当にそれは浅い知識。 なのであの、かなり多めに見ていただけたらなと、あの何とぞお願いしますということを、まずあの言い訳しておいた上で、はい、言いますと、まあ、1986年、ゼルダの伝説っていうものが、ファミリーコンピューター向けに開発されたというところから始まりまはい、はい。リンクの冒険、これね、はい、あれなんですよね、中川さんにあの後で入れていただいたポイントなんですけど。そうそう、これ抜けてるなと思って組みました。はい ま確かに非常に重要な作品にはなるかなと思います。ちなみにどうしてこれは重要だって思われたんですかあ重要だというかね、まあ、単純にやはり、まあ、ゼルダの伝説のがあの今86年に出て、翌年に出たやはり、ね、普通にだからゼルダの伝説、あの 2, 2であったので。 一応だからね、まあ、ニンとしては、当時はやはり、なんかね、何ていうか、あのまあ、なんかその、<laughs> まあ今で言うとね、そのまあ、ゼルダの伝説っていうタイトルが正式に入ってないから、なんとなくそのスピンオフ的な見方もあのされるし、あと横スクロールアクションだから、あのねええっと、若干、その、ねええっと、非正当扱いされるあのこともあるけれど、やはり、まあ、個人的にはね、そのすごくね、あの、 ね、伊藤ゼルダシリーズの続編だみたいな感じでやったし、あとまあ、ね、最初のね、あのね、ファーストの無印のゼルダが、なんかリンクが割とね、あのあの割とローティーンの少年っぽい感じだったんだけど、うん、なんかリンクの冒険だと、方針的に少し青年像みたいな感じになってくるから、ねんね、結構さ、後時岡とかで、ね、ちっちゃい、 リンクと、それから青年のリンクがあの、まああの、お互い切り替えて使うみたいなものは、割とだから、ね、えあのゼルダの伝説とリンクの冒険、それぞれのリンクのイメージだったんじゃないのかなみたいな気もちょっとしたのでっていうことですね、うん、な,るほどなるほど、僕、ちょうどやってなかったんで、今度やりたいと思います。 でまあまあ、あのー、まあ、ゼルダの伝説の後に、<え>まあ、リンクの冒険の後にね、あのー、うん、まあ、91年に神々のトライフォースが出ると。うん、これは<う> SSD なーー、うん、はい、で,で,で。はい。で、で、いまあ、うん、非常にグラフィックが上がってて良くなっていて、あと面白いのが、その、後にゼルダの非常に重要なキーパーソンになる青沼さんが、あの、うん、初めてやったゼルダは神虎らしいですね。あ、そうなんだ。えー、はい初代は。いや、まあ、やってはいたんでしょうけど、最初に少なくともその、 青沼さんご自身はそもそもゲームをほとんどやらなかったらしいので、うん、なんか宮本さんのチームに配属されるってなった時に、なんかあのー、ゼルダの続編を担当するっていうことになったから、あの、なんかやらなきゃいけないんでしょみたいなことを彼女さんに聞いたら、ト虎だったみたいな。<laughs> そうだったんだ、うん <laughs>。でもそれですごくハマって、あ、これは。 あのやりたいなっていうんで、時のオカリナから本格的に関わられるっていう、まあちょっとしたエピソードがあると。なるほどです。うん、で、まあ、93年、夢を見る島ということで、これはゲームボーイですね、うん、のゼルダン伝説ということで、まあ、あの個人的にはね、むしろ夢を見,見る島がすごい印象深い作品で、まあ、これネタバレ言っても大丈夫ですかね、さすがに。ない,いんじゃない、うん、うん、30年前なんでね、ちょうど。 まあ、あのご存知の人多いと思うんですけど、これ要は、すごいメタ落ちなんですよね。そうなんだよね。うんはいまあ、要はその、そのまあ主人公がいるのはその島なんだけど、それはクジラが見ている夢で,で、その元凶を倒してしまう、まあ、要は悪夢を見せている存在がいるんですけど、クジラに。そのクジラのまあ悪夢をまあ要は解放してあげると、主人公を含め、まあ、主人公以外か。 で主人公がいたその島そのものが、ほわって消えてしまうっていう。島そのものは、クジラが見てた夢だった。でも、これはもう明らかにビデオゲームの構造そのものを案に言ってるっていう話で、個人的にすごいその、ゼルダの伝説って、あんまりストーリーとかをあえて廃してるというか、あえて王道にすることでゲームデザイン、ゲームプレイに集中してもらおうっていうのはすごい、まあ、ニンテンド伝統的にやってるんだけど、 その中やっぱり夢を見る島はねこのシナリオ面でのね評価がすごく非常に高くて、うん、でまあそのゼルダシリーズの中で結構異色作的な見方は結構されるよねそういうなんかねシナリオ的な仕掛けで、まあ、あの見せる的な感じでで結構ねこれ2000年代初頭の,あのゲーム批評界隈でも、うん、やっぱり夢を見る島批評みたいなものと,とかいうのが、ねうん、結構 ね、割とだから当時、ねあの、こういう、あとは他にもね、あのなんだっけ、まあ、そういうなんかプレイヤーの,、ね、あの世界との,なんかあの,そのゲームの,、ね、そのメ,タコメタフィクショナル系のゲームっていうのは、あのまあ、あの他にも、ね、あのヘラクレスの栄とか、まあ、いろいろこの当時あの、ね、90年代初頭ぐらいには出始めていたものがあったんで、その中の秘策っていう感じの見方も結構当時の文脈ではされていたという感じでしたね。 まあ批評が、批評家がいかにも好きそうな感じのゲーム。うん、そうそうメタ大好きだから。なんかでもこれすごい面白いですよね。そのなんか、結構ヒントが伏線があって、それが要は任天堂キャラクターがたくさん出てくるんですよね。そのワンワンとか、なんかキノピオっぽい存在だったりとか、あとカービィっぽいのも確か出てきたと思うんですけど。 あのなんでゼルダのゲームなのに、なんかカービィがいるんだみたいな思ってたら、まあそれは要はそういう夢だよねっていう、まあ、要はプレイヤーが見る夢の一つだよねとも解釈できるっていうのもあったし、あとあのリメイク版が、お、えー、と一昨年ぐらいかな、出たと思うんですけど、リメイク版だと、すごくそのミニチュア的な表現がされてて、それもまあすごい良かったですよね。うん、まつまりその、いかにも作り物なんですよ。 うん、ああなるほどそそ、うん、そうそうそうなんかこれまあ、調べたら出てくるんですけどすごいそのもう要は人形がそのミニチュアセットの中で遊んでるみたいな風に表現されててまあ明らかにな,そ,のな,んだろうなそれがこれは作り物だよねっていうのを表現レベルでうまいこと再現してるなっていう感じだったっていうのもありますよね。うん,うん、うん でまあ。ね、そうね。クジラが見てる夢感みたいなものを、なんかそういうプロダクトの方でも貫徹してるみたいなことが。そうですね。表現レベルとして、そういう、うん、まあみ見つめ直し方があるんだなっていう。なるほどです。でまあ、98年に、もうこれはね、言うまでもないでしょう。うん、<laughs> 時のオカリナですね。うん、本当にそのゲーム、ゲーム評価の中では、あの、ベストタイム、 オールタイム、ゲストゲームオブオールタイムっていう風に言われたりもしてて、IGN かなが言ってたのかな、うんうん、まあまあ、本当に世界一にを、まあ、争うぐらいに評価されてるゲームと言ってもいいと思います。そうですね。ゲーム社の中でやはり、ねそスリー、時のオカりナから 3D 時代に入っていってっていう感じですよね。そうですね。明確な 3D。やっぱ本当でもすごいですよね。2000年に作れるゲームじゃないだろうっていうのは、うん。 今でも本当に思いますし、多分今やっても全く遜色なく面白い。うん、で、個人的にはね、やっぱむその時を変えると言うと、やっぱりよく言われるのが、その Z 注目がすごい評価されるんですけど、うん、あれ面白いなって思うのは、よくその Z 注目、まあ、ではその 3D アクションゲームで注目することで、いわゆるロックオンシステムですよね。これが 時岡が影響だっていう,ふうに言われるんですけど僕、全然そうは思ってなくて、時岡のロックオンって、調べれば調べるほどめちゃくちゃ独特で、まあ、これ、ご存知の方も多いと思うんですけど、あ<ー>あのロックオンするとカメラが固定されるんじゃなくて、戦闘用カメラに切り替わるんですよね、シームレスに。で、リンクとキャラ敵キャラクターの行動も、注目中は全部別の行動に変わるようになってるんですよ。 あ,あ、そっか。うん、うん。なので、まあ、それまでに、えっと、これ、桜井正宏さんなんかも言ってるんですけど、ロックオン自体は、あの、えっと、6万ダッシュ。うん、プレイステーション向けに出た6万ダッシュ実は、あのまあ、部分的には作用されてて、うん、純粋にその 3D ゲームで敵と戦う時に、その注目しないと攻撃当てにくいよねっていう発想自体は別に他のゲームでもあったんですけど、時の他に、あの、その決定的に違うところは、もう、そのカメラを、 全く別のカメラにその横から俯瞰したりとか、この場面場面ごとに変わるのがまたすごいんですけど、変わる上に、敵の行動と自分の行動も変わるんで、その要はもう別の完全にゲームが突然シームレスに始まる。それをしかもプレイヤーが任意のタイミングで始められるんですよね。つまりま、RPG でいうと、エンカウントして、シャーって、シンボルエンカウントでシャーってなって、はい、戦闘画面ですみたいな、あるじゃないですか。 なんか BGM 盛り上がる。で、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 みたいな。そういうのをボタン1個でプレイヤーが好きな時に始めて、好きな時にしかも終われるっていう。このね、システムって、実はいまだに多分、その、時のオ借りナ以降のゼルダの伝説しかできてないんですよ。なんで、僕、Z 注目はその、録音システムの元祖だっていうのは僕、全く大反対派で、 逆なんですよ。あのむしろね、Z 注目よりね、まあ、しょぼいって言ったらあれなんですけど、まあ、もちろんそれぞれのゲームデザインがあるので、ただ、本当にその Z 注目っていうのは、すごいそれこそ大パーツ的な発明で、うん、あの、なんだろうなこ、これって本当にそのすごい、なんていうか、後にも先にもパク利用がなかったぐらい、ユニークだし、画期的なシステムだったなっていうふうには思いますね。なるほど。うん で、まあ、その時のヒントにちょっと面白いのが、あの、宮本茂さんがやっぱこれはすごい気に入ってるシステムなんですけど、たびたび自慢もされてて。で、それのヒントが何だったかっていうと、任天堂京都にあるじゃないですか。うん、で、その戦闘を考えようってなった時に、最初に、あの、うずまさに映画村があるじゃないですか。はい,はいはい。そこに行ったらしいんですよ。で、それで、その、侍さんの盾の稽古を見た時に、あ、この盾だと。時代劇の盾を、 やったら、その 3D ゲームでもみんな楽しく分かりやすくすあのいや、日本人だから、時代劇の縦が分かるからあ、あれを再現すれば、たみんな楽しく 3D で、あの、見劇ができるなっていうんで、あの、開発したのが Z 中国の以降のその新規システムなんですよね、ユニークな。なるほど、そうか。あ、なんか、なんかリアリズムとしてのシミュレーションのそのシ,ミュレーションベルス性ではなくて、<laughs> そこで、なんか別の様式の、そうか、 盾を始めてたのかあれはなるほどそ,そこから時代劇シーンにおいてあれか <laughs> で敵が囲まれてねあ,あそうですそ,そうですそうですそうです、うん、みんなバッサバッサとねその順番的に切りかかってきて、えー、なんかね、やられてしまうぞみたいなそういう様式をなんか絶対注目によって切り替えてたということなんだあれはまさにその通りなんですねそのまさにでは 3D ゲームとかだといまだにその順番にかかり かかってくるとかあっても、すごい機械的にわかりやすいし逆、逆になんかすごいわかりにくかったりとか、よくないんだけど、Z 注目してるときは、もう完全にその敵が縦モードに入るので、リンクを囲んで、なんか <laughs>、おーおーおーみたいな、こう、めっちゃそのありがちな、縦にありがちな、ちょっとずつこう、おっかなびっくりでかかってくるみたいな。 ふうになってるんですよ、うん、これっていまだにその 3D アクションゲームでできてるゲームほとんどないんですよね。それはやっぱり根本的に盾って概念を、まあ、特に海外の人は、まあ、もちろんその海外は海外で盾があるけど時代劇の盾を理解してないから多分そこはね、うん、宮本さん本当に宮本さんのワンダーセンスというかもうあの人天才だなっていう以外何もでもないですよね。うん。なるほどあとね もう一つおまけだとあのエポナに乗ってこう大地を走るっていうはい、はい、今となってはもうすご、うん、く当たり前なんですけどあの馬に乗って走るっていうのも完全に時代劇らしいですね。やっぱりその大河ドラマとかでオープニングで主人公が馬に乗ってパカッパカッパカッってこう野原をかける大地をかけるあれをやりたいっていうんで当時としてはすごくそれも実装は難しかったんですけど。 っていうののもその要は乗り物に当時のゲームって乗り物に乗るっていうのはその表現的にはそうしてるんだけど処理としてはだいたい乗り物モードに変わるみたいな処理の仕方をするんですけどその馬はすごく丁寧に再現しなきゃいけないで馬に乗ってる感じっていうのは本当にちゃんと作らなきゃいけないっていうふうにここまで事細かにすごいあの宮本さんが追求して指示してたっていうのはこれもやっぱり時代劇における乗馬シーン ああの感覚を再現したたいいいんだだだっってうう強いこだわりがあったからだそうですなるほど、ああ、そうか。だいたいね、その時岡がオールタイムベストをよく言われる <laughs> あの評価っていうのは、だいたいなんかオープンワールドの先駆けであるみたいなあのー、ことだったりだとか、うん、その 3D アクションゲームとしての普遍文法を確立したみたいなねああのー、まあ、文脈で言われることが多いんだけど、それ全然普遍の文法じゃないね、本当になんていうか。ねえあの 割とその、すごく、うん、なんていうかロ、すごい、なんかローカリティに密着した、すごくゼルダローカルな話だったんだね、結構ね。めちゃくちゃその通りですね。でも、これも宮本さんおっしゃってますけど、宮本さんは、要はそのゼルダのらしさっていうのは、まさにそういうそのオープンワールド的な表現だとか、システムとか、うん、別にそういうのっていうのは、全然ありふれたもんだし、パクろうとも誰でもパクれるんだけど、やっぱり、それは全部ゼルダにはなり得ないよみたいなことは本人もおっしゃってて、でそれはなんでかって言ったら、やっぱりもう、 完全にやっぱこのと時岡まで、京岡までは特にそうなんですけど、宮本さんのすごい強い遊びに対する情景とか同型みたいなものが強く反映された作品だからっていうのは強く、うん、あ,のあるんですよね。ムジュラからまたちょっと別のあれになってくるんですけど。なのでやっぱりそのオールタイムベストなのは、これ間違いない、否定の余地はないし、僕もどうそう思うんだけど、それが例えばこう、方作後、後継の作品にどれだけ影響を与えたかっていうと、まあ確かに、ね、与えたんだろうけど、 その少なくともそれがなんだろう、じゃあ、普遍化したか、一般化したかっていうと、全くそんなことないし、まあ、それがいまだ、いまだにその時岡が陳腐化してない、あの今やっても時計化おもいよねってなる理由だと思いますね。うん、なるほどね。はい、あそこの細かい体感性の設計のところまでは、なんていうか、そこがね、やはり世にある他のね 3D アクションゲーム。 との違いだっていう点までは、そうですね僕も全然認識できてなかったですね。なるほどです。そういう具体的な話がと分かります、ね。中川さんから、いつも,も、いつもっていうかあの、本でひたすら学ばせてもらってるんで,あるんですけど、えー、<laughs> 今まで2000年でムジョラの仮面が出たということで、まあ、これも、ねはい、すごく評価が高い作品ですけど、あのこれのまあ一つ、有名な逸話が、あのこれ、実はあれなんですよあの。さっき話したんですけど、青沼さんっていう方がいらっしゃって。うん えー、ゼルダシリーズっていうのは、まあ、これも後述すると思うんですけど、大きく分けてそのお、あのー、要は宮本茂さんが中心になって作ってきた時代が、うんあのー、要は今回、ここに出てる中だと、ゼルダの伝説初代から、えー、時のオカりなまで、これがすごくその宮本さんの影響が強かった時代なんですね。うん なんですけど、うん、まあなんで、まあ、ゼルダの伝説なんかはほとんど宮本さんが、まあ、含めて5人ぐらいしか作ってないんで、彼の,その思い入れとか彼にた、彼のゲームに対する価値観みたいなものめちゃくちゃ反映されてるゲームなんですよ。なんですけど、まあやっぱりその時のおかげなぐらいから 3D になって開発体制が大きくなってくると、まあある程度その開発のスケールをアップしなきゃいけないし、で宮本さんも他の仕事をやりたいっていうんで、あの後継者をその受け継ぐになる。で、その後継者が、 な何度か出てるし、まあ、ゼルダファンならお,おなじみだと思うんですけど、青沼さんっていう、まあ、プロデューサーがいらっしゃると。やっぱり彼は、宮本さんと、まあ、ここまで、えー、と長らく働いてきた中で、特に時のオカリナでは実質的なもうディレクターになってて、ダンジョンの設計とかはほとんど青沼さんが作られてたと。なので、まあ、宮本さんも間違いなく高く評価してる。 方の一人で,で、えっと、その時に面白かったのが、えっと、時のオカリナを作ってる時に、青沼さんとしては、なんか,まあかなり野望野心があったというかあの、本当に普通の次のゼルダはもっともっとなんか自由に作りたいみたいなことをおっしゃってて、ね、その時に、じゃったらって言って宮本さんが提案したのが、裏ゼルダを作れと。時のオカリナと並行で裏ゼルダっていうのを作ってみろ。でそれであの、文句なく面白かったら、次のゼルダはもう、 お前に任すわみたいな感じのことがあったらしいんです、ね、なるほど。うん、で、できたのがムジュラの仮面なので、実質これはね、あのムジュラは青沼さんがディレクションしたような、ほとんどでは宮本さんの影響がないゼルダっていう風に見られてますね。これのね、その内容はご存知の方多いと思いますけど、その3日間の中で世界を救わなきゃいけない。だけど、間に合わなかったら何回も何回もそれをも巻き戻して、 であ,のあれなんですよね、その同じ世界なんだけど、3日間の間で徐々に時間が変化していく、で時間が変化していくと、マップの構造が変わったりとか、あの登場する NPC の人間関係も変わったりするっていう。そうね、だから、当時のね、やはりゲーム業界では、やはりループものみたいなものが、起こりだしてたけど、それをね、だからこのゼルダのこの、ね、3D アクションの中で、ここまで見事にやってのけたっていう点は、やはりね、ムジュラのね、あのすごかったところですよね。 そうですね。今考えても、やっぱ時のオカリナと本当に匹敵する、本当にすごいですよね。うん、もう本当にどっちも、もうオンリーマンの、うん、本当にオールタイムベストに選ばれても不思議じゃないゲームを同時に2つできてるんで、うー、んうん、うん、すごい。<laughs> 本当にこの時はすごいなっていう、どういうことなんだろうなっていうぐらい、ね、もうちょっとね、絶賛ばっかりしちゃって、批評としてどうなんって感じですけど、はい、もうまあまあ本当にも、ね、うん。 でまあ、えっと、あとね、これ、これもめっちゃ意識にな,いんですなるんですけど、あの先ほど青沼さんが主にディレクションしたっていう、まあ、ムジュラの仮面あったんですけど、実はこれちょっと面白い逸話があって、あの、あれなんですよ、えっと、その当時、その任天堂の、まあ、ある種後継者みたいになってる人って、他にも何人か、まあ、そのいて、その中で重要なのが、あの小泉義昭さん。 彼は今、あの、任天堂スイッチの実質的なその開発のトップにいる人で、完全にその今の任天堂の中心、クリエイティブの中心になっている方なんですけど、小泉さんも宮本さんの、まあ、実質弟子というか、学な弟子と言っていいぐらいのポジションの人なんですね。で、実はまあ、この人は、あの、別にそんなにムジュラの仮面には、あの、あの、 本格的には関わってない方なんですけど、あの時間システムを提案したのはこの小泉さんの提案だったということがあって、なんで小泉さんはね、あんまりそのゼルダには本格的には関わってない、どっちかっていうとね、あのマリオのディレクションなんかを主にやってて、3D 時代の,そのマリオ開発の中心を担ってたのがほとんど小泉さんなんですよ。まあ小泉さん曰く、宮本さんのまずその 大元の発想というか企画、ふんわりした企画があって、それを小泉さんいわく、彼がその小泉さんが翻訳して、えー、開発者、チームに伝えるっていうことをやってたと。なので、本当にその、まあ、ナンバー2と言っていい方なんですけど、その、まあ、小泉さんが「ムジュラの仮面」においても、非常にそのシステム面で大きな補佐をしてたっていうのが面白くて、要はそのマリオとゼルダって、非常になん対照的な作品ではあるんですけど、 クリエイティブの面では、やっぱりどっちもやっぱ宮本茂さんから作られたものだし、で、その 3D 以降の時代になってたのが小泉さん、小沼さんっていう、まあ宮本さんの直接関わってた方ですし、お互いもしかも交流があったっていうので、そこはなんだろう、任天堂のクリエイティブっていうのが非常に中枢に置かれてる主力タイトルだったっていう、それが結果的には対照的なものになってるのかな、という感じですね。ですね。で、まあ、 まあ、あとは正直、駆け足でもいいかなとは思うんですけど、まあ、これか、おぬまさんが主に開発始めたっていうのが、この、まあ、えーと、ゲームキューブ向けかな、セルドセ2002年のカズノ・タクトということで、これはでも、あれですよね、今見ると、その、まあ、オープンワールドのまさに原型に近いというか、海を、えっ、ー、と、舞台にしていて、で、海をい自由に自分の船で移動して、いろんな島に上陸して、冒険ができるっていうことなので、いわゆるその、 過度な一本道にはなってないっていうところで、今のオープンワールド風にはなってると。で、まあ、えっ、ー、と、船っていうのも、あの、アノマさんからするとそれ気に入ってた設定らしくて、要はその、まあ今もそうなんですけど、ゼルダはそれまでずっとエポなで、馬で移動するゲームだった、大地を移動するゲームだったのに対して、今回は船っていうところを導入すると。 でそれはやっぱりそのゼルダは大地を馬でかけるっていうところが、その時岡で確立したので、それをまあ実質、ナンバリング的続編のやつで、のもう根本的に海と船に変えるっていうのは、非常にその内部でもどう,どうなんですか、それっていうのはあったみたいなんですけど、やっぱりそこはどんどん変えていかないと、マンネリしちゃうよねっていうので、踏み切って変えたのがカズンタクトっていうふうな本人もおっしゃってましたね。 ね<で>時岡ほどね、そのオールタイムベストっていう評価は受けないけれど、やはりちょっと変わり種みたいな見方はするけどね、そまさにおっしゃる通り、非常に名作かなと思います。うん、で、まあ、トワイライト・プリンセス、スカイ・ボード・ソード。まあ、このあたりは非常にその時岡のかなり直接的な続編かなというところがあります。まあ、は世界観が結構根本的に変わっていたりとか、ト,キトワイライト・プリンセスはね、かなりダークファンタジーな見せ方をしていて、うん あのーまあ、ちょっとね、後で話すことにはなると思うんですけどっていうのがスカイボードソードも、これあの、今のまさにそのティアーズ・オブ・ザ・キングダムみたいに、空中にその巨大国家が浮かんでるみたいな、そういうちょっとロマンがあったりとか、うん、ただやっぱりそのスカイボードソードで本当にやりたかったことは、地上と。 空中をシームレスに行き来することで、まあ、システム上それがやっぱできなかったんだけど、まあそれもまあようやく責任の裏、あの、なんていうかリベンジじゃないけど、あの、ティアズ・オブ・ザ・キングダムでやっとできたっていうので、まあ非常にそういう意味では、ティアズ・オブ・ザ・キングダムに大きな影響を与えた作品かなと。で、ね、まあ2017年、これはもう説明不要でしょうね、ム<ん> <laughs> レス・オブ・ザ・バイルドです。はい、はい、もうこれは。まあ、はい、まあ、という感じでね。はい。はいまあ 流れでね、まあ、だからあれだよね、その風のタクトで少し変わり種をやってしまった、うん、あのところで、やはりちょっと、なんていうかな、その路線は少し、やはりね、あの時岡路線にあの戻そうとして、やはりあのトアプリとあのスカイウォードは、割とそっちにちょっと、まあ、揺り戻し感はあ,の、ね、ありつつも、新しい、なんかね、その上で新しい路線を目指したっていう、そういうタイトルって見方でいいのかな。まあ、僕は別の考え、見方をしていて。 あのどっちかというと、風タンクの時は、あのまあ、任天堂全体の方針が、あのどっちかというと、そのかなり、えー、とハードウェアが、まあ、ゲームキューブじゃないですか、まあ、保守的なんですよ。64のまあ明確な、うん、直径だねってのは分かるんだけど、あの、トワプリの時は B なんですよね。実質。で、Wii、うん、ってすごい挑戦的なゲーム、まあ、ハードで、あの出てくるゲームも、基本的に Wii リモコンっていう完全な従来の操作体系を、まあ、あの、断って、 別のゲームデザイン、操作体験が別のゲームデザインとして設計されてるじゃないですか。で、トワイプリにその時期待されてるのっていうのは、もう要は今までのゲーム。これ確かね、うん、社長が聞くで、あの岩田さんが言ってた気がするんだけど、あの要は、新しいゲームばっかりだとゲーマーの人たちがちょっとついていけないってなっちゃうから、あの従来のゲーマーが納得するようなやりごたえがいかにもありそうなゲームとして作ってくれっていうので、うん あの開発されてるんであの、どっちかっていうと、その任天堂全体の、まあ、要は Wii を中心にした戦略の中であの、ゼルダの位置づけが完全に変わっちゃったんですよね、その時に。なるほど、なるほど、うんはいあ。ゼルダはあくまで保守的で、ゲーマーの皆さんが満足するようなゲームっていうのがもたらられてるんで、まあとは、アプリスカイボードに関しては、かなりまあまあ、 ありきたりではないけど、まあ、保守的な、あ、うん、えて、うん、攻めに、攻めというよりは守りっていう感じ。でまあ、スイッチの時代になって、再びそのニンテンドーかなり王道なゲームハードを志すようになったときにはあの、逆にゼルダも、またあの風のタクト以前の状態の,あの自由な作風でもいいよっていうふうになったんじゃないかなというふうすなるほどです。はい という話をする中でですね、えー、と <laughs> ちょっと2時1時間経ってしまった。やはり全然予定が消化できないですね <laughs> という感じで、まあ、ここでそろそろね、有料にちょっと切り替えようかなというふうに思います。はい。まあ、本当はね、だからちょっとここから先、ね、このゼルダの歴史を踏まえ あのまあ、ここまで見たちょっと流れをまあもう一回総括してね、で、じゃあその直接の前作にあたるブレス・オブ・ザ・ワイルドは何だったのかっていう、あの、まあところとからそのさらにティアキンのね、我々のね、うん、あの、インプレッションに、あの、さらにあの掘り下げていきたいなというふうに思っているのですけれど、まあこのね、続きをご覧になりたい方とか、あとはね、この えっと、まあ、あの、他にもね、うのつねひろらによる、ね、あの、アニメとか映画とかドラマとかの、あの、いった作品の、まあ、批評座談会みたいな別の番組とかもあったりとか知りますので、まあ、あの、そういった、あの、コンテンツを、あの、まあ、あの、ぜひ見たいという方は、こちら、ね、あの、ニコニコのね、あのプレ、プラネットチャンネルの方での有料放送を、 え、行っていますので、えー、そちらに、あの、ご入会をいただければと思います。えっ、ー、と、まあ、YouTube でご覧の方はね、あの概要欄の方にね、ニコニコの、あの、リンクがありますので、そちらから飛んでみていただければと思います。ということでね、あの、ま、後半戦もね、はい、あの、このね、えっ、ー、と、だいぶ、ね、ここまででもなんか <laughs>、だいぶやはり、ね、あの、えっ、ー、と、あの、ディープな話をだいぶしてきたかなと思うんですけれど、まあ、あの、いよいよちょっとね、あの本格的にね、あの、ね、えっ、ー、と、まあ、あの、キ金の方の、 話にだんだん入っていきたいなと思いますので、この後後半戦、もうちょっとぜひ、はい、ニコニコの方でご覧をいただければというふうに思います。いいますということでですね、一旦ここで、はい、あの切り替えたいと思いますので、早速切り替えたいと思います。ということで、はい、YouTube でご覧の方ありがとうございました。はい、ではまた、はい、ニコニコでお会いしましょう。